ダダン、しましま模様の服がドレスコード、プチネオレトロ盆踊り。よいよいよよい、今日はこちらにゲストにですね、まあ、前回もね出ていただきましたけども、はい、秋田ネオ祭り部西川翔子さん、そしてこの秋田ネオ祭り部の中でもまた音楽部っていうのがあるんですけども、そちらのエレクトロニコスファンタスティコス秋田オーケストラ部の佐々木さん、そして石岡さんにお越しいただきました。お三人様よろしくお願いいたします。お願いします。 お邪魔します。エレクトロニコスファンタスティコス秋田オーケストラ部の石岡さん、佐々木さんは初めましてですね、よろしくお願いいたします。そして翔子さんは2度目まして。はい、2度目まして、ね、出だしからもうぶっ飛んだ格好で、はい、ね、ネオレトロをイメージした。今日はね、なんか衣装もなんかすごく特徴的なんですけども、はい、どちらで購入されたんですっけ。あ、今出張から帰ったらすごいあれだったんですけど北海道の札幌のなんか、はい、いい感じの古着屋で5000円で、はい、5000円値段までおしゃれは値段じゃないですもんね、センスですからね。そう値段じゃないからね。そうね、今誰しも今高っと思ってる言っちゃった改めましてよろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、前回6月に西川さん秋田ネオ祭り部の部員を募集ということでこちらの椎名ちゃん出ていただきましたけれども、その後の反響っていかがでしたか。あ、そうですね、踊り部の方とかもちょろちょろと、うん、私踊れないんですけどちょっと参加してみたいわみたいな方も。改めてここで募集かけていただいてもいいですか。あ、そうですね、はい、踊り部と音楽部、はい、先ほどの画面をねもう一回出していただいて、ね、こちらですね。あ、そうです、踊り部、音楽部、美術部っていう3校生で秋田ネオ祭り部っていうのをやってるんですけれども、はい、何か興味あって何か関わってみたいなっていう方がいらっしゃったら、はい、お気軽にメールとかいただければ。踊り部というのはもうその名の通り盆踊り。あ、そうです。体を動かしてこの部活を盛り上げる方。そして音楽部というのは、まあ、今回もゲストで来ていただいているこちら、はい、エレクトロニコスファンタスティコス秋田オーケストラ部の方々のように、はい、まあ、この後実演ね、されるということで、何やってるのかっていうのを今実演していただくということで、その、まあ、いろんなこう楽器といいますか、楽器なのか、はい、楽器と呼んでいいものなのか、そのあたりなんかもこの後ちょっとねご紹介していただきますけど、はい、そういった方々と、あと美術部、はい、美術部は会場を作っていく、おみこしを作る、おみこしを作る、グッズも今作っている、グッズも作っている、はい、なんか作るの好きですって人とか、盛り上げたいですって。一応今こちらね、皆さん画面に出ていただいてます、西川翔子さんの翔はね、はい、SHOW の翔ということで、はい、翔子さん。で、秋田ネオ祭り部とそして美術部に関してのインスタグラムもやっているので、ね、ぜひぜひそちらの方をね、はい、検索していただければと思います、はい、お願いします。そして今日はですね、まあ、11月に本開催されるというこちら、ネオレトロ盆踊り、はい、こちらの、まあ、プレイベントということで、はい、8月の27日、明後日開催されるプチネオレトロ盆踊り、はい、こちらを、まあ、その11月本開催の、はい、まあ、プレイベントって形で縮小バージョンで、はい、実際どんなことをされるのか、どんな場所で何時からされるのかというのをちょっとご紹介していただいてよろしいですか。はい、8月の27日の1時から、はい、1時から2時半までです。ちょっと短いですけれども、なるほど、11月の11日土曜日に行われる、うん、はい、ネオレトロ盆踊り大会ですね、はい、が大きい会場で秋田市文化創造館はい、の2階でやるので、はい、でそのあさっては文化創造館の1階コミュニティスペースですね、秋田市文化創造館の1階の、はい、1階に来ていただければなんかやってると思います。ちょうどまあ、ミルハスの向かい側の建物ですね、はい、あそこの1階コミュニティスペース、まあ、要はそのもう文化創造館入れば、あ、もう入ったら怪しげな方々が変な人たちいたらそこに混ざっていただくだけでお通りすがりでいらっしゃるということですよね。いいのかしらって方も全然何でも、まあ、8月27日の午後1時から午後、はい、2時30分まで文化創造館のコミュニティスペースで開催されるというこちらのイベント、はい、で、まあ、先ほどちょっとタイトルの方でもありましたけど、なんかドレスコードもあるということなので、はい、そちらに関してもちょっとお話ししていただいてよろしいですか。ドレスコードは設定してるんですけれども、はい、一応そのしましまのものを身につけていただいたり、はいはい、お洋服で
来ていただいたり、まあ、私今着てるのもかろうじてしましまの古着、サポリ5000円のやつね、5000円のやつなんですけど、もしかしたら大会中、盆踊り会中に読み取っていただけるかもしれない。読み取っていただける、はい、読み取ってもらえるかもしれない。なるほど、それに関してはこの後じゃあちょっと、はい、そうですね、まあ、石岡さんと佐々木さんの方からまたご紹介があるかと思いますので、まあ、今回、まあ、このしましまっていうのがドレスコードということで、はい、で先ほどのこのネオ祭り部の、まあ、踊り部、そして今日ゲストで来ていただいている佐々木さん、石岡さんはエレクトロニコスファンタスティコス秋田オーケストラボでもありながら、かつこのネオ祭り部の音楽部としてもを担当してもされているということで、はい、改めまして佐々木さん、石岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。我々ニコスと呼んでるんですけど、略してあ、じゃあ僕もニコスでいいですか。大丈夫、ニコスのじゃあ佐々木さんと石岡さんということで、じゃあ改めましてよろしくお願いします。ドレスコードがまずこのしましまというのが今回のこのイベントのまずキーなのかなとは思うんですけれども、今日お二人もね、ボーダーの T シャツしましま来ていらっしゃいますし、ちょっと翔子さんはね縦縞で来ていただいてますけれども、うん、まあ、これが要はドレスコードっていう、これがこのポイントになると思うんですけども、このポイントがなぜそうなのかというのをちょっとお話ししていただいてもよろしいですか。はい、はい、我々はエレクトロニコスファンタスティコスプロジェクトについてちょっと軽く説明して、もちろんです、お願いします。今まで使われてきた家電、はい、もう古くなってしまった家電とかと、うん、例えばブラウン管テレビであったり、ブラウン管テレビ、政治家によって失われてしまった家電であったり、はい、本当に身の回りっていろんな古家電っていうのがあると思うんですけど、はいはい、うん、その家電たちはまだ泣けるぞというか、そのまだ楽器として転生というか、うん、使え第二の道を歩ませることができるんじゃないかっていうプロジェクトで、まあ、ブラウン管テレビがドラムになったり、ほう、ガムランになったりみたいな、ガムランってあの民族楽器なんですけど、うんうんうん、なったり、扇風機はギターだみたいな、扇風機をこもってキュッキュッと回したり、それブラウン管のドラム、この今映像ってこの画面の出ているガジャツですね、ブラウン管のやつがドラムだったり、まあ、扇風機だったり、はい、これは PC ファン、パソコンのファンが8個並んでるんですけど、はいはい、これはシタールっていうとインドとか系の楽器とかと照らし合わせてファンタールっていう名前が、ファンタール、これがファンの回転数によって変わるみたいな、そういう音が出るんですね、実際にね、家電の特性を、家電の持っている特性を最大限に生かしながら楽器として使ってあげようみたいなのがこのプロジェクトの目標というか、それで人々を集めて奇祭を作ろうっていうのがこのプロジェクトの目的で、奇妙奇天烈な祭り、略して奇祭、そうです、電気電波電子電磁が飛び交う、わお、面白い、それを探しているというか作り出したいというプロジェクトで、今日本に5つラボがあって、和田 A さんという方が率いてるっていう感じで、そのうちの1つ秋田オーケストラボ、日本国内に5つラボがあるうちの1つ、はい、秋田オーケストラボ、メンバーっていうのは佐々木さんと石岡さんのお二人なんですか。秋田オーケストラボ はもまだ始まったばっかりなので、はい、10人とか15人とかのメンバーが結構変わ、演奏するメンバーとかそういう入れ替わったりするので、うん、あれなんですけど、まあ、15人ぐらいで活動してることが、まだなんですけど、今日はあの先ほどの画像でご紹介いただいたような、まあ要はいわゆる家電を使った楽器っていうのは今その秋田オーケストラ部ではどれくらい今あるんでしょう。何種類ある、まあ、ブラウン管テレビ、はい、扇風機、はい、まあ、この後出てくるバーコードリーダー、はいはい、あとはストロボのカメラ、ストロボのカメラ、何するのあと非常ベル、非常ベル、あといろんな家電が楽器化になる、楽器するのすごい、そうですね、要はその家電を全部使って本当オーケストラみたいな音も流せられるんですよね。そういうオーケストラのような形で、この人はこの人、この楽器を担当、この家電を持つ、はいはいはい、まあ、要はバンドメンバーみたいな感じ で、 すごい、家電楽器、今やろうとしてるのはエアコンをいただいたんですけど、エアコンをいただいた、その方がエアコンを演奏するってすごい面白いなと思ってエアコンを楽器にして、そのエアコンいただいた方に演奏してもらいたいなと思ったり、そういうものを家電をいろんな人から集めて、そういう家電の
催事というか、もう家電の可能性をもう 1% でも上げて、楽器として生まれ変わらして、また日の目を浴びさせるという素晴らしいネオレトロ。すごいな、しょうこちゃん、面白いメンバーだね。そうなんですよ、ね、去年やった企画した盆踊り大会があったんですけど、はい、そこにいて佐々木くんが、佐々木さん、はいはい、そうです。で、あの盆踊り作りたいんですっていう風に出てきてくださったのがきっかけで、よし、じゃあ今年もやろうみたいな感じで企画が、はい、できてきましたね。で、今回8月27日のこのプレイのイベントにもこの音楽部の方はもちろんいらっしゃる、はい、そうです。少しなんですけど、ちょっと担当曲を担当させてもらいます。実際ね、今、まあ、どんな音を要するに奏でるのかっていうのは我々もまだ、もしくはあの視聴者の方も分かりませんから、まあ、最初になんか映像もその、まあ、ちょっと流してますよっていうような、あの踊って音も出してますよと、映像もこちら用意してますので、ちょっとそちらの方まずはご覧になっていただきましょう。あら、なんて奇祭これ、あの今踊ってらっしゃる2人がシワシワクラブ踊り部を担当してくださってる、うん、お酒と踊りが大好きな女性 の、 あのサークルが秋田市で活動する。あ、また別であるんですね。はい、でシワシワクラブの皆さんと、あと待って、扇風機持ってる、確かに本当だ、ギターみたいな扇風機持ってる、傘かぶってる、今それやってるのが、はい、あの西もないのこの盆踊りの時にかぶるような袈裟をかぶってる人たちもいる。佐々木くんもやる。あら、素敵、面白い、奇祭、確かになんかちょっと見たことのない風景を秋田の方と。じゃ実際今この後このスタジオでもう佐々木さんと石岡さんによる、このまあとりあえずこの楽器といいますかね、説明もちょっとしてもらえるかなと思うんですけど、今日スタジオにね一つ楽器をお持ちいただいてるんですけど、まあ、今我々これも楽器と呼んでますけど、楽器なのか、バーコードリーダーですよね、いわゆるこれはね、あのスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで見る ね、 見えますかね、バーコードリーダーなんですけども、レジに割る普通のピッてするやつです、ね、うん、はい、使ったことありますよ、はい、これを楽器化しようっていうのが和田さんが考えて、それがそのラボの一つである京都ですごい発展したというか、はあ、そこからちゃんとした楽器に なったというか、音が出るようになってきて、はい、でこの今バーコードリーダーから線がいろいろ出てるんですけど、うん、この1本がスピーカーに直接つながってるんですよ、はあはあ、スピーカーに直接つながっけたら音が出たつなげてみたら音が出た、そうです、それが終始何言ってるか伝わってないんだけどそこからいろんな楽器が、楽器というかバーコードリーダーを使ったバンドであったり、世の中のしましま模様は音になるし、横断歩道のあそこのしましま模様だって音になるんじゃないかみたいな、面白い、っていうのが生まれてきてて、でこの今この机にですね、はいはい、こういうしましま模様が、あ、たくさんの太さのね、これ太さが違うんですけど、これ私たちの中で音階、音階、私たちの中の音階でブラウン管の楽器もこのしましまによって音階が決まるんですよ。あ、実際そうなんですね。なので偶然決まったりするので、なのでこの今回のドレスコードでしましまをお願いしているのは、この音階が目の前で踊るっていう、でちょっとそこで実験という実験的にちょっと読み込んでみようかなって思ってるのが27計画してることで、読み取ってほしい、あ、もうじゃあ実際その参加者の方が着てきたしましま模様、まあボーダーでもいいですし、まあ、もしくは縦じまの柄でもいいんですけども、実際じゃあ読み取ってみようと、そうですね、で音が出るかどうか、でどういう音が出るのかも楽しんでもらえればということですね、はい、面白い、面白いね、面白い、読み取ってほしい、ね、そうですね、まずじゃあ演奏してから皆さんにちょっとしましま模様についてお話できればと思うんですけど、じゃあ実際今じゃあもう BGM とかも後ろで音なく、もうこのバーコードリーダーのみの音で、そうですね、バーコードリーダーがドラムというかリズムもやるし、メロディーもやるし、特殊音もやるしみたいな、そんなバーコードリーダーだけの、じゃあ実際今じゃあ演奏していただいても、演奏って呼んでいいのか分かんないけど演奏ではしていただいてよろしいでしょう、はい、じゃあ、こちらですね、あのニコスの、佐々木さん石岡さんでは演奏お願いいたします。お願いします、
出た感じと違ったね。違った。そして呼び込めたね。呼び込めた。札幌の5,000円。やった、役に立った。5,000円の音鳴ってたわ。無駄じゃなかった。無駄金じゃなかった。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ぜひ触っていただいて。ぜひ。いいんですか、かなちゃん。やった。ちょっと初め、私もできるのかしら。どころどう。これですか。どちらもですけど、これは線でなってて、これもバーコードリーダー読み込めたり。ちょっとじゃあ、あ、実際のね。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これは押すんですね。ボタンを押すと。楽しい。すごい。線が細かければ。音は高くなっていくので。あ、じゃあ太いのを読むと、ここら辺だと低い音が出てます。読み込んであげて。あ、読み込んであげて。出てる。5000円の音出てる。いらっしゃいませ。ありがとうございます。すごい。ありがとうございました。すごい楽しい。すごい。これ実際でもそのプレイベントで体験もしできるのしてみたいですね。参加者の方もね、体験するあの時間もね。そうですね、取りたいと思います。一応演奏が終わった後にしましま模様を自慢する会というか、しましま模様ワークショップ的なことを。俺の島はこんなだぜって。いい音来てるぜ俺みたいな会を開きたくて。島っていうより音なんですね。そうか、音階を着てくるんだもんね。音階を着てくる。で、あなたの思うネオレトロなしましま。あ、なるほど。なファッション。まあ、要はあの今日はあのお二人、佐々木さんと石岡さんは、まあ、要は白黒のボーダーですけど、カラーでももちろん。カラーでも、読み込めたもんね、これカラーだったので、読み込めたもんね、できましたね。初めてやったけど。今日はカラーのボーダーでも全然音は出るかもしれない。これ出るかな、出るじゃないっていうのは、ね、楽しい。ね、試験的に。じゃあの改めましてですね、あの、まあ、11月本開催されますこちらネオレトロ盆踊りで、今回はあさって開催される8月27日文化創造館の、1階コミュニティスペースで開催されますこちらのプチネオレトロ盆踊りに関して、あの今日はスタジオにお三人様に来ていただきましたので、最後に椎名ちゃんをご覧の皆様にですね、では代表して西川翔子さん、そしてこちらの、ニコスのを代表しまして、佐々木さんからお一方ずつからメッセージをお願いいたします。はい、2回目で2番。はい、買おう。秋田で新しい見たことのない風景を一緒に作りませんか。参加してきてください。じゃあ佐々木さんお願いします。はい、電気電波電子電磁が飛び交う記載にぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ここまでしましま模様の服で参加するプチネオレトロ盆踊り開催。ゲストは秋田ネオ祭り部西川翔子さん、そしてエレクトロニコスファンタスティコス秋田オーケストラ部佐々木さん、石岡さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごかった。絶対有名になった方がいい。すごい楽しいね。